この地はこんなにも閑静な場所である。蒋介石総統がここへ移ってきた時、まさに中国近代史の最も悲惨な一生を迎えていたことは想像しがたい。他当时进驻草山行馆的时候，是以中国国民党总裁的身份，而不是以总统的身份。1949年1月，蒋中正总统就下野。那下野的原因，就是因为当时国共要和谈，那蒋先是坚决反对国共和谈的，蒋中正总统就下台。他觉得中国国民党的内部已经涣散，所以他当时第一个观念是希望找一个地方重启炉灶。所以到了大概38年的10月间。这时候蒋先生才决定了要以台湾作为反攻复国大业的根据地，所以他是中国国民党的总裁，当时的阳明山就叫做总裁办公室的所在地。那总裁办公室是在民国38年的7月1号成立的，这个时候蒋先生就住在草山行馆，所以他非常密切地接见各种各样的记者，国外来的人。他不仅仅希望这个地方作为中国国民党的一个复兴的基地，他也思考进一步，如果国共之间的战争越来越严重，军政的中心都要移到台湾的话，台湾应该要做一些什么样的准备。他更希望的是能够在亚洲把台湾或者说中国国民党所在的地方成为一个亚洲的中心。蒋介石は政治規制が激しい時に蒼山行館に入居し、1950年に士林官邸が建てられると、ここは秘書の別邸となった。この時彼はすでに総統に復帰していた。朝鮮戦争の勃発でアメリカの第7艦隊が台湾海峡に駐留していた。アメリカの援軍が台湾に入ってきて、台湾はようやく安堵することができた。徐々に自分の経済と政治を開始していった。蒋介石総統はいつも夏になると蒼山行館を訪れ、海外客の迎賓の場所としていた。アメリカのニクソン前大統領も副大統領だった時にここのゲストとして招かれている。しかし蒋一家が蒼山行館で暮らしていた時の様子は、蒋介石が生きていた頃ずっと厳格で威厳のある印象だったため、ベールに包まれている。加えて2007年4月の火災で蒼山行館の木造構造はほぼ全て焼失してしまう。蒋一家のここで生活した痕跡も全て燃え尽きてしまった。那时候我们在修的过程里面啊，其实有遇到几次，因为房子烧掉了，那时候曾经待过这里，就是那个老总统的随扈，曾经有人来这边看过，他就一直站在门口，然后一直看，然后一直徘徊，都不敢进来。然后后来就是管员有去问他说：“哎，你是不是要进来参观？”他说他其实不能进来，在他们作为他的随扈的那个时代，基本上是没有办法踩进这个空间的。管员就跟他讲说，其实现在不一样了，你可以进来看看。然后他一进到这个空间之后，就马上就泪崩了。蒼山行館の修復と周辺にある元は国家主席を守るための軍事施設、防空壕などは現在全て外部に開放されている。この過程は台湾の政治と社会の変遷を語り、そしてまた陽明山一帯の特殊な風景となっている。